どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ皆さん、今日私はどこにいるでしょうか。見てください、このライトとか、このここでですね、こうなんとですね、今度出る本の表紙の撮影をするんでございます。はい、で今こうセッティングしてる、状態なんですけど、まあ、こう少年がこうあったりとかして、今あのカメラマンの星野さんいらっしゃるんですけど、もうこのね、音楽業界ではもう本当にトップクラスのカメラマン、めっちゃ仲良しになりました。もうすでに何回もね、何回ももう撮影していただいてるんで、あの後でもシェアしますけど、この撮影がですね、もう本当に肉体労働なんですよ。その辺もちょっと後で動画で見てもらおうと思うんですけど、あ、この方があのリットミュージックのあのウクレレシリーズのね、ガズレレの本のこの、生み出した編集者服部さんでございます。いつもありがとうございます。はい、ね、いつもこの曲何するとどうするとか言ってね、やってね、今回もいろいろこうまだ新しい7月に出る本に向けてですね、まだ曲、まあ、完全に決まってないです。はい、まあ、日々いろいろやり取りをしているという中で、表紙だけは撮ろうぜということなんですけど、一応ね、今の段階だと7月に販売できるように向けておりますということで、予約がもうちょっと早くできるように、もう今月中にはできると思います。ということだし、今月中ってことは2022年の5月にはもう予約ができそうになるんじゃないかということですけど、はい、皆さんぜひあの楽しみにしてください。今回もいい曲が100曲はい、100曲入りますよ。なかなか曲選ぶの大変なんですよね。あのもうあらゆるジャンルのね、いろんな世代の人にね、こう響かせたいなと思ってることで、はい、そんな感じで、ちょっとこの後また撮影の様子もシャッシャと差し込んでね、お知らせとさせていこうと思いますんでね、お楽しみに。うん、こんな早く撮ってた太もも来るよね、来るよ、来ます俺もね、今来てるのか。よし、ところどころ聞きます、はい、うん、足って全部両方映ってた方がいい感じですね。こんな風に、こんな風になるのかな、こうやっちゃうとこれ肩すれてるなっちゃうから、で難しいんだよ。あ、なるほど、やりすぎなのかな、このぐらいな。そうですね、でも若干こっち向いてた方がいい、そうかもしれない、うん、あとはウクレレをちょっとどう見せるかを少し意識すると、うん、こう見せたい、ちょうどいい角度っていうか、うんうん、足見せるにはどうしたって、ガッサの角度か、多分さ、めっちゃしんどい、マジで。ここがですね、もうアスリートのようになってます。いやー、こんな撮影してるとは思わなかったでしょう。すごいですから、もう本当カメラマンさんの星野さんも腰痛いです。来てますから、もうしてます。いやー、これもね、これガズレレ楽しいよっていうことを伝えたいわけですから、つまりは。いやもうね、すごいですよね。こういうとこからクリエイティブ始まってるんですよ、皆さん。まだちょっと撮影続きますから、足が見えるとこの辺なんで、ね、うん、あのいい表情です ね、 あ、いいね、うん、どうですかね、服部さん。もうだから表紙はこれで OK じゃん。 OK ですかね。やったもう、あの撮れば OK だね。こっから選んでいくということになると思います。はい、いやー、表紙が終わったからもう、とりあえず一回区切りです。よかった、イエーイ。ごめん、思いつかなかった、思いつかなかった。今の面白かったわ。よっしゃ、じゃもうわんなわんなしてるから。それもいいんじゃない。ではね、ちょっと体にやった方がいいかもしれない。こう、うん、で、あの、そんな皮膚じゃなくないですけど、うん、あんま伸ばしすぎない。これやってるのが上がってるじゃん。うん、この幅は大丈夫だ。この幅がこう広がってる。そうだ、手が触れない方が肩より、あ、足要するにさ、ここにほら情報が来るから、あ、そうじゃん、あまりこんな感じがしちゃうみたいな。あ、丸、これはもう腰の位置に。そうですね、腰で大丈夫。オッケーみたいなのをいくつか言ってみましょう。で、全身あってもいいし、腰上で大丈夫。まあ、デカめに撮ってるから、楽しいな。
ちょっと動きの少ない系もあり、ただ持ってるだけで、逆にこういうのが目立つ。これこれ面白い。せーの、かなり飛んでるよ。本当だ。おお、すごい。いやー、こうやって見るとすげえ跳躍してるよね。自分的には5センチくらいしか飛んでない。あ、でもこれかなりいいよ。あと一発いこうか。はいっす。じゃん、ね、これ最後です。ちょっと待ってね、ピンと合わせて、よっ、でも、せーの。うわー、すげえ団子みたいになってる。これ良くない？すごい。いいですね。素晴らしい。すごい、イエイイエイ。ものすごい。ほうき描きたくなる、ね。確かにほうきに乗ってる。ありがとうございました。撮影終了。ウクレレ終了です。ウクレレ終了、ありがとうございます。もう300カットくらいしたのかな。もっとあるよ。もっとあるっけ。300以上撮ったんだって。どうもありがとうございます。これが表紙の撮影だったよ。はい、星野さん、服部さん、ありがとうございます。楽しみにお待ちください。7月ですよ、発売は。予約は今月5月中だと思います。ゲー、バイバイ、疲れたー、さよなら。皆さんお知らせです。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ、ガズレレの。楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね、楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、1曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で、今回この度ね、また40曲の新たなブロック、ボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃわかりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね、簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクールロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホ、タブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そして、この、アプリで使用している楽譜がなんと、本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、ガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンで両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上と大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあ、このガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器、ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。せーの、じゃじゃん。